すごい勇気を持ってさまざまなことをチャレンジしてます。僕らは必ず外国人並びに日本人を幸せにしていこうと思っています。このインタビューでもっとヨロジャパンのことを知ってほしい、そしてコロナを乗り越えた先にある外国人と共存する未来を感じてほしい。誰もやったことないことだけど、僕らだったら必ず成功すると思っています。はい。で、まあ、コロナウイルスだからといって、やはり僕らベンチャー企業はですね、いろんなチャレンジしていかなければならないと思って、すごい勇気を持ってさまざまなことをチャレンジしてます。一つ目がプレミアムテレワークオフィスと称しましてですね、自宅会社以外のもう一つの職場ということでサードプレイスを今提供しています。というのがいろいろアンケートを取りますと、大体ですね、ご自宅でテレワークされているうちの 50% ぐらいが自分のオフィスがない、あ、ごめんなさい、自分の書斎がないみたいなことがあってですね、ダイニング、リビングでお仕事されている方々が結構多いんです。で、そういう人たちはですね、例えばなんかテレビ会議とかすると、お父さん今からお仕事だから静かにしてねみたいな形で、何かすごいなんかストレスを抱えながら仕事されてるっていうことがたくさんありましたので、我々 のホテルをいわゆるオフィスに提供することで、それもですね、外国人がコロナ除菌を全部行ったような状態でずっと提供してますので、除菌されたオフィスを、まあ、提供することで多くのなんていうんですか、テレワークのストレスを改善していきたいということでやりましたね。あとは我々売り上げ落ちましたが、外国人自体もですね、収入がなくなってたので、彼らに対して何らかの形で収入を作ることができないのかということで、また今弱っている、なんか困っている飲食店の売り上げを応援できないのかということで、テイクアウト、デリバリーをですね、外国人で補うというデリバリーサービス、ヨロデリバリーというのを開始しました。そうですね、SDGs の10番11番にもあると思うんですが、まず日本で外国人は使えなくて日本人は使えるもの、日本人が当たり前のように使っているけど外国人が使えないものって結構あるんです。例えばクレジットカードの契約っていうのも、外国人はファイナンスヒストリーがないあまりにないばかりに、契約できないとかってあったりとか、外国人だったら不動産貸さないとかっていうこともあるんです。そういうのを解決していきながらですね、いわゆる、まあ、国籍や人種でなんか差が生まれないような社会っていうのを生み出したいと思っています。